人里離れた真っ暗な山奥で夜空を見上げると見える天の川。7月7日だけ会うことが許された織姫と彦星を分かつ巨大な川の正体。それは私たちが住みかとする天の川銀河だ。サイズは直径が10万光年、厚さは1000光年。銀河の端から端まで光の速度で進んでもかかる時間は10万年。太陽のような光り輝く恒星と分子雲が集まり円盤状になっている。銀河の重さは太陽の1兆3000億倍。4000億個の恒星と100億個の白色矮星、10億個の中性子星、1億のブラックホールからなり、惑星も含め1兆個の天体の集団だ。星の数を実感してみよう。1兆個の星の再現は不可能なので、比較的明るい天体だけをピックアップした。すでに大量の星が見えるが、これで驚いてはいけない。銀河の中心に近づくほど星同士の密度はどんどん高くなる。大量の星はあまりにも明るい。銀河に存在する天体の数は再現不可能なほど多い。これが銀河の全体像。中身が気になるので突入してみよう。天体や分子雲の密度が最も濃い中心部へ突入する。現在の速度は光の速さ以上。中心に明るい天体の集まりが見えてきた。生まれたばかりの若い光り輝く恒星の集まりだ。その中でもひときわ明るい天体が見える。
この天体はあまりにも眩しい。もっと近づいてみよう。天体の周りに円盤があり、その中心両方向からガスのジェットを放出している。円盤が天体を中心に高速で回転している。この天体が持つエネルギーは銀河に存在する全ての恒星を足し合わせたのと同等だ。踏み入れてはいけない領域に旅する準備はできただろうか。砕かれた星がうごめく円盤、その凄まじいエネルギーを感じる。中心に存在する天体の正体、そう、ブラックホールだ。隙がない点に巨大な質量が集まり、光が抜け出せない領域を作り出す。事象の地平線を越えたら、もう二度と後戻りはできない。人類がブラックホールの中身を知る、その時はやってくるのだろうか。一昔前まで、銀河は中心のブラックホールと銀河の質量によってこの形を保っているとされていた。しかし計算の結果、銀河に存在する物質だけでは銀河はバラバラに散ってしまうことが判明する。どうやら銀河には物質以外に銀河をつなぎ止める力が存在するようだ。天の川銀河から外を眺めると、たくさんの光る天体が見える。この点一つ一つは、すべて遠くにある銀河を表している。巨大な別の銀河が見えてきた。天の川銀河から250万光年の距離にあるアンドロメダ銀河だ。
アンドロメダ銀河はあまりにも遠い距離にあるが、天の川銀河と重力によってつながっている。2つの銀河は秒速 120km で接近し、その形は少しずつ乱れていく。今から50億年後、天の川銀河とアンドロメダ銀河は衝突し、一つの巨大な楕円銀河、ミルコメダ銀河が誕生する。ついこの前、月に降り立った人類にとって、直径10万光年の天の川銀河はあまりにも大きい。一兆個の天体がうごめき、集団を成している。そんな銀河が集まり、銀河群を形成し、銀河群もまた銀河団の一員として宇宙に存在する。宇宙にある銀河の数はまさに無数。想像を絶する広い宇宙の果て、好奇心のまま旅してみたい。